どうも、エルザです。それでは、バイオハザード RE3 やっていきたいと思います。ということで、前回2をしたわけですが、まあ、今回は3をやっていこうということで、結構ね、発売してあげたいんですけど、やっていきたいなと思います。で、そうですね、注意として、前回 RE2 の時は、普通版してたんですよ。で、ちょっと慣れたなっていうのが自分の中であったので、今回 RE3 に関しては、Z バージョンです。Z バージョンなので、無規制です。はい。なので、僕もどれくらいのグロさがあるかがちょっとわからないんですが、ちょっと苦手な方は、映像もね、ちょっと気をつけながら見ていただければなと思います。まあ一番気をつけないといけないのは僕なんだけど、まあまあ楽しくやろうかなと。で、一応いろいろやり込み要素はあるようなんですが、まあ特にね、そこまで気にしなくてもいいかなっていう感じなんで。で、なんか衣装がね、プレステ時代の時の衣装が切れるらしいんですけど、まあ、今回 RE3 用の衣装でやっていこうかなと思います。まあ、コンティニューはちょっと動作チェックですね。では、早速やっていきましょうか。まあ、スタンダードだね。そうなんですよ。バイオ3で、無機性がちょっとしたいなっていうのがあったんで、まあ、無機性でやっていきたいと思います。このパンデミックはかつてないほど急速に広がっています。当局は今夜、再び暴動の対決を。都市全体に緊急事態が宣言する。CDC はすでに国の中西部地域を隔離し。献身、誠実、品位、これこそがまさにアンブレラ社の基礎をなす根本的な価値観なのです。そしてこの基礎こそが我々人類にとってより明るい未来を作っていくのです。さあ、バイオハザード RE3 ですね。さあやっていきますか。あー、カプコン製のヘリか。お、ゲームスタートかな。あれ？わあ、テレビが、あ、一応動かせるね。砂嵐状態だね、テレビがね。ほう、FPS 視点か。なんかすごいファッション系のポスターがあるね。テレビは触れない。ぐるーっと回って、この辺りもやっぱネタがなんかあるのかな。あ、ちょっと待った、これあれだよね、あの2の時に出てきたお母さんの人だよね。ってことは一応事件を追ってる段階ってことか。もしかしたら RE2 より前の話になるのかもね。おお、びっくりした。雷ね。ま、特には。
水流れてるけど、ああ、特には。ああ、全然問題ない。ジルだね。やばいやばいやばい。夢はあ、いや嫌な夢やな。毎晩ひどくなってる。あと3日でこの町ともさよならできる。ちょっと音量上げましょうか。ちょっとね、町が慌ただしい。慌ただしいね、確かにね。お、なんかある。薬飲みすぎた。もうちょいあげますか。薬って何の薬だろうね。水流れてない。いや、なんか嫌だね。あー、流れてるだけか。いや、一応問題なしだね。さあ、ということで、ラクーンシティだね。電話か。誰だ。超美人さんだよね。あ、この操作感覚。懐かしいね。だいぶ久しぶりなんだけどな。さあ、電話出ましょう。はい。シュー、大丈夫か。ブラッド、どうしたの。今すぐそこから逃げろ。何があったの。説明してる気も甘い。そこから逃げろ、今すぐ。分かった、荷物を。いきなり。うわ、全然効いてないじゃん。絶対それダメでしょ。マジでいきなり追っかけられるの。やばいやばいやばい。おお、やばいねやばいね。あの、本当いきなりタイトル画面のやつ出てきたね。やばい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 。ご愁傷様です。あ、こっちか。なんなんだろうね。おお、やっべえな。やば、やばいやばい。逃げよ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 。どっち正面開いたね。いや
そうだね、あの3についてお話をしようと思ったところなんだけど、おマジか、やべえな。っていうか、なんでジルがこんなに狙われてるのかっていうところなんだよね。やばい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 、近い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 、開いてる。おお、よかった。とりあえずひとまずだよね。さあ、町から脱出と、さあ初めての脱出だね。ブラッド、大丈夫か。あいつ何なの。さっぱりわからん。ただスターズの生き残り2人を消しにかかってるのは確かだ。君と俺はな、ここから逃げないと。町を見てみろ、ここにいたらもっとヤバい目に遭うぞ。おお、すげえ。それもわからん。だが悪いことっていうのは重なるもんだからな。結局外の世界だね。おい、待て、待ってくれ。さあ、あ、一応走れるのか。現実なの？こんなに大勢感染するなんて。ブラッド、気をつけて。あ、やばい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 。そっちなのね。いや、急展開すぎるのよ。あ、おお、やばい。ブラッド、ブラッド絶対やばくね。やばいですね。一人ブラッド捕まったか。お、早速やっぱ来ますよね。んじゃあ試し撃ちといきますか。結構しぶといね。まあ、あと2発しかないね。とりあえず抜けて駐車場の屋上へ向かってください。屋上、駐車場ね、了解。あ、大丈夫ですか。来るな、近く来るんじゃない。大丈夫、聞いたでしょ、ヘリが救助に来てるの。救助だと、俺はここから出ないぞ。駐車場は近いわ、私が。この楽がどこよりも安全だ。いやいやいや、絶対絶対危ないよね。ここにいたら取り残されるわ。私はダリオロッソだ。助けるふりして俺からこの場所を奪うつもりなんだろう。他は誰よ、お嬢ちゃん。お嬢ちゃん、勘に触ったみたいね。でちょうどいい感じなんであれなんだけど、僕バイオハザード3はプレステの時にオープニングだけしたことあるのよ。でこのおじいちゃんね、倉庫に隠れるところまでやったんだけど、まあね、結末はね、どうなるかは。三角で、なんかだいぶ見やすくなったね。近くリロード。あー、やっぱちょっと遅いか。ちょっと待った。下。あ、ナイフ。
絶対嫌、絶対来る。こういやいやいや絶対今噛まれたやろ。とりあえず抜けよ。これ開けて、そうか、あーやっぱダメ。あーダメだね。ナイフで一回切ろうと思っても無理か。よし、もう抜けよ。あ、でね、このゲーム、前作の2の時と違って、緊急回避的なやつができるらしいんです。早く。もう最初からやられそうな感じだったけどね。なので、うまいことその、回避コードを使って動くみたいな、逃げ回るっていう感じらしいです。おっ、パソコン製のヘリ。おっ、マジでもう逃げれる。そんなうまくいくかな。あ、やっぱりカプコン製やね。うわー、来たー。で、あ、車乗るの。え、かかる。あ、もう早く動いて。さあ、3回目。次はこっちの番よ。さすがにダメよね。さあ、ホールド。いや、果てに落ちたね。いや、まだダメだね。全然下がれない。え、クレラン取ったぞ。おお、イケメン登場やね。おい、しっかりしろ、もう大丈夫だ。あなた誰、ここで何。俺はカルロスだ、助けに来た。さて、まずは安全な場所へ。たたずまいがターミネーターだったで。いやー、そうか。でも、3はこんな感じで追っかけられるのか、ずっと。マジか。そうだね、バイオハザード別に嫌いじゃないけど、なんだろうな。よし、もう大丈夫だ。ホラー、トータルで追っかけられるの嫌いなんだよね。この先に生存者を集めてる。この先って。地下鉄の車両をシェルター代わりにしてるんだ。安全だ。大丈夫。顔ごすぎか。そうか、分かったよ。よし、行こう。さあ、カルロスについていきますか。悪いが別ルートで行く。あなた、あの怪物を知ってるの。いや、あんなやつ初めて見た。でもゾンビとは違う、明確な意思を持って行動してる。好みじゃないか。お断りよ、あなたに譲る。さて、ここまで来たら安心だ。俺らはアンブレラのバイオハザード対策部隊、通称 UBCS。 アンブレラ、ちょっと冗談でしょ。あなたたちがこの全てを引き起こした。落ち着けよ。何のことだ。俺らはみんなを助けに来た。アンブレラの何がまずい。アンブレラの何がまずい、信じられない。あなたたちのせいで
感染者が次々に出てるのよ。そうか、それは初耳だな。別に信じなくてもいい。だがまずはシェルターに行こうな。特殊部隊みたいなもんかな。あー、警戒するよね。てか知性持ってるっていう話だよね、さっきのやつをね。ってことは誰かが指示を出してという感じかな。スカルストーカーやっぱターミネーターパロディーじゃん。ビッグイーとか、ここら辺とかつってねえだよね。はー、小ネタ挟むね。これエイリアンか。まあまあまあ。隊長、このレディーが助けがいるそうだ。このレディ、カルロス、お前は彼女の名前すら聞いていないのか。彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。確か名前はなんとかバレンタインだったよな。ジルよ。ああ、よろしく、ジル。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。我が隊は市民救助のために派遣されている。そう。それで状況は？この町は完全に分断され孤立している。10万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう。いや、死ぬんじゃなくゾンビになる。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の状況だ。ご立派な雇い主のおかげね。まあ我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば生存者たちを避難させられるんだが、助けがいる。我々だけでは手が足りない。分かった、力になる。市民のためにあなたたちじゃない。それでいい。大事なのは市民。ありがとう、ジル。じゃあ、スーパーコフさん、持っていきな。これで連絡が取れる。無線ぐらい知ってる。まず大事なことから。まず物資を補給しろ。地上階に上がれ、そこにある。わかった。結構危険なこと引き受けたね。それ、何入ってる？あ、めっちゃ救急キット系入ってるじゃん。なんかそっちくれてもいいような気はしたんだけど。こっちからかな、出るなら。これまたひどい傷だな。かすり傷だ、どうってことない。どうってなことなさそうなんだけどな。まあまあ、行きますか。ちょっとね、操作チェックで。ああ、一応回避コードっぽいね。で、ちなみに、月なんだ。はあ、ナイフどれくらい使い物になるかな。問題はそこだよね。恐怖の食人事件。ああ、ってことは、噂はある程度立ってたんだね。特になし。今向かってる。で、作戦は？俺は線路の瓦礫を撤去する。君は地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい？まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら俺が変電所までナビゲートする。了解、急ぎましょう。これ絶対壊れるよね。よし、レッドハーブなんだ。最初グリーンハーブかなと思ったんだけど、あ、あるね。グリーンハーブ2つで組み合わせますか。
よし、とりあえず、とりあえずね。で、鍵。鍵もあるか。ハーブ調合ね。はいはい。そこそこ。そこそこね。まあ、この辺りはねって感じだね。これは。この機械、何かをはめれば動きそうだけど、何をはめるんだろう。まあ、先だろうね。じゃ、セーブ。最初からすごかったね。まあまあ、もうちょい進めていきますか。とりあえず預けといて。まあ結構走る動作はそれなりに感じか。あ、生存者がまだいる。早く地下鉄を動かさなきゃ。いや、その前に逃げるか。ステップね。この通り行く感じか。嫌な声するなぁ。15発入れるね。うわっちょっと待ってや。マジか。あー、でけ、回避すげえ効かないね。意外と強いじゃないっすか。回避行動とは一体。いやー、始末してもなーっていう感じがするんだけどな。開いてないねー。弾は無駄にしたく。結構ぴったし止まるな。カルロス、大通りに出た。変電所はどっち？鉄塔が見えるだろう。鉄塔、その辺りが変電所だ。右手の端から破壊すればいい。どうし？すごく燃えてるけど。そりゃまずいな。でも君ならそのクールさで木の一つや二つ削る。もういい、そういうのいい。そういうの、そういうことじゃなくて。まあ、来るよね。あんまりスウェイが役に立ってない感じ。避けれてないじゃん。そろそろやばいかな。あ、こっちこっち。そろそろ食べとくか。で、今のダメ。むずけえな。お、抜けれそうですねって抜けれない。にゃろ。これみんな避けれた。やってた人はすげえな。全然避けてくれないね。ステップ踏むけどって感じだね。まあ、わかんないね。とりあえず、アイテム回収して。そんな大事そうに開かんでも。さあ、弾は大量に集まってきたけど。うわっと危ない危ない。いや、マーチー。
よし。オッケーかな？よし。あー、びっくりしたー。いやー、マジで、前作より性格悪いじゃん。こっちは？あー、行き止まりか。さて、いたね。うん、通っていくなら、まあそんな感じだよね。まあ物資ゲットの、いや結局使う感じだな。いやー、むずいっすね。タイミングがいまいちつかめんね。まあ逃げるけど、よし、入った。さあ病院ぽい。あ、うん。あれ？ライフ高いっちゅうか、なんというかね、なんというか、あ、やっぱそんな感じか。足は取れない。大丈夫そうだね。これちなみに、あ、そういうわけではないか。お、手榴弾ゲット。ん？ガンパウダーも、よし、取った。ガンパウダーは一時そのままにしとこうか。あー、壊せないね。鉄道職員、ショットガン用意したと。ガンラックに入れておけば取られることもないだろうと。チェーンを切って、あー、ショットガンか。消火ホース、あ、これで通れるようになるかな。見たところ鉄道会社のようね。そうだね。いや、意外と、あれだね。回復アイテム落ちてないね。停車駅と新宿のホーム番号再指定してください。ダメね。まあ、電気が通ってからっていう感じかな。あ、スパチャありがとうございます。全く倒れてくれんな。あ、よし、オッケー。一か八か。よし、来たー。あー、すっきりー。こっちは？いや、弾の数すごいね。前作は何だったんだろうっていうぐらい。嫌だな。今のは嫌だな。あー、はいはい。おーおーおお、どうしました？お兄さん。ぐへー、意外と動くのね。ちょっとね、後のことを考えて、OK かな。よし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 。
もう基本オーバーキルよ。基本オーバーキルでいかんとね。絶対動くだろ。よし、当たり判定ないね。オッケーやね。よし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 。ん？気のせいか、なんか音がした気がしたけど。あーで繋がってるわけか。ここは、あーセーフルームだね。あ、超懐かしいけど、預けて預けて預けておこう。で、並び順こうだね。お、グリーンハーブ、そうだね、とりあえず取っておくか。んで、気になったのが、はいはい、アイテム調べましょう。開くんだ。赤のジュエルと何かにはめ込むことができそう。あー、これあそこかな、さっきのやつ。まあとりあえず直しとこうか。どっかで使えそうだと思うんだけど、今すぐはさすがに使わないでしょ。よしよし。はあ、はあってため息しか出ないんだよな、これ系すると。あー、たくさんいますね。あ、あー、どう切り抜けようかってなるとこれしかないよね。よし、どうも、失礼し、て、いやだ、一回だけ。よし。あ、でも、ほんと、ギリギリ狙わないとダメだね。これ、むずけえわ。赤。じゃ、早速使って。火を消さなきゃ。よし、これで。終わりだね。よし。やっぱこのゲーム結構難しいんだね。やっぱね。いや、やってて、通してたから余裕でしょって思ってたらさ、めっちゃビビるし。あ、やったやったー。よし。チェーンカッターということは、後回しにしたいね。先にショットガンが欲しいんで。おっ、びっくりしたー。こい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 、あー、いい子だよ、いい子だよ、はい、いい子、いい子、よし。よし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 、とりあえず数は減ったー。さあ、これは切り抜けて、やっぱ爆発物強いね。こっちはないか。これ先に行けるって感じだね。戻ってショットガン、いやでも、なんだろうね、やっぱこの動きの速さは前作よりかは快適だなーって感じだね。いや、使うに決まってるでしょ、これはね。さあ、ショットガン。あー、M3。ツイン、
ツインではないのか。4発ね。まとめてやね。あ、ほんとまだ来なくてよかったんだろうけど。あとで来ると思うしね。これ動きそうだもんな、この辺り。いやー、来た。よっしゃー、よし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 、もう逃げる逃げる。で消火栓のところ抜けたいんだけど、先にこっち使っておこう。なんかつながりそうな気がするんだよね。イエーイ。ほらほら、こっちだよ、ほらこっちだよ。あー、後ろも来てる。よし、一回引いて、これ何？お、そこでいい、そこでいい、そこでいい。ドーン、よし。あー、すっきりしたー。よかったよかった。これ気づいてよかったな。一瞬積んだなって思ったもんね。あー、行こう行こう行こう。あー、ちょっと気が楽になった、ショットガンで。でも序盤でショットガン手に入るってことはそういうことだよね、やっぱね。よしよーし、はいほーい。お、大丈夫やったね。さっさ抜けよう抜けよう。預けてガンパウダー取り出すとショットガン弾なるか。チェーンカッターいるでしょ。よし、セーブして。はあ、もう3回目だよ。早いね。まあまあということで、まずそうですね、第1話はここまでという感じにしましょうか。で、ライブ見てる方は、まあ、続きやっていきますね。そのままお待ちください。そうですね、動画見てる方はここまで。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。